ヒデです。こんにちは。シャインマスカット2年生6月22日の様子です。こちらの木の方はですね、まだ木を育てている状態ですが、随分葉っぱが大きくなりました。ちょうど手のひらサイズの葉がついてます。そして、今年育て始めたシミキ候補の方ですが、こんな形で隣の BK シードレスのところまで伸びましたので、一旦ここで摘心してやります。ちょっとこちらのシミキの方がね、太るように摘心して、脇芽の方は今後は全部取っていく予定です。ある程度今シーズン中に太ると思いますので、そしたらBK シードレスとぶつかっているところでカットする形ですね。来年はね、こちらに花穂がつけば一番いい形ですね。そして、こちらはですね、左側の方のシミキになりますが、こちらもね、2年目になりますので、かなり太くなってきてます。今年1年育てればそれなりの太さになりそうです。やはりこの芽は飛んでしまいましたけど、ちょっとね、また新しい芽が出てきそうな気がするので、今シーズン中に芽が出れば来年もここからは芽が出るんじゃないかだと思います。まあこちらの方もですね、一応シミキ候補は伸ばしてるんですが、もう摘心してあります。あとは出てくる脇芽を嗅いで1年間この1枚の葉っぱで光合成をさせていきます。BK シードレスとヒムロットの方はですね、去年その形で育成して花穂がたくさんつきましたので、このシャインマスカットもその形で育てていきたいと思います。そして、2年生ですが、一つついた花穂の方は現在こんな感じですね。2回のジベレリン処理を終えて現在こういう形になってます。摘粒の方もしたんですけどね、もともとついている実の方向が悪くて、なんとか成形してこんな形です。ただ、フルメットは使ってませんので、もうこれだけ隙間が空いてれば十分なんじゃないかなと思います。こちらはですね、あと一回殺菌剤の方を散布した後に袋掛けをして、あとは成長を待つのみという形ですね。今のところこちらの方はジベレリン焼けもしてませんし、実も綺麗です。なんとかこのまま収穫まで持っていけたらいいなと考えてます。はい、それでは今日はこのぐらいで。最後までご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。